日常生活で困る瞬間あるある。ダメだ、届かない。湿布を背中に貼りたいけど一人じゃ貼れないとき困りがち。ダメだ、上がれないんですけど。ストレス溜まるわ。湿布を貼る前からぐちゃぐちゃになったとき困る。あー、もうないのに、最悪。トイレ後に紙がないことに気づいたとき困る。うわ、冷蔵庫半開きしてんじゃん。食材悪くなってそうだな。この牛乳飲める？冷蔵庫半開き状態で中に入れていた食材が温度差で汗をかきまくっていたとき困る。げー、これ全部入りきらないじゃん。結構余ったな、どうしよう。シャンプーの詰め替えが余ったとき困る。インク切れでかすれまくってんじゃん。久しぶりに使ったプリンターがインク切れだったとき困る。あれ、ないぞ。どこだ？確かここら辺に入れたはずなんだけどな。駐車券を探しても見つからないとき困る。1枚ずつ使えないの？他のお金ないんですけど。精算機に1000円札までしか入れれないとき困る。